日本でですね、38度の高熱が4日以上続いて、病院で断られたり、あと、まあ、その他のケースで、病院の検査を断られることがあるそうですね。そのことについてなんですけども、なんか日本は、まず新型コロナウイルスの感染者の数を隠蔽したいのかなとも思います。要は日本はオリンピック今年開催国ですし、世界にですね、もう、実際の数より少なく見積もりたいんだと思います。まあ、感染者が多かったらオリンピックもできなくなりますし、まあ、IOC に対して、まあ、実際の数より少なくしたいんだなとも思います。本当ふざけてます。日本という国はですね、まず、健康保険料なども高いですし、いざとなったらなんか見ない国なんだなとも思います。世界に、医療体制も世界で遅れてますし、本当冷たい国だとも思います。残念ながらこんな味がします。